ミラクル、7月6日は何の日だろ今日はピアノの日だよ。1823年のこの日、ドイツの医師、シーボルトが日本に初めてピアノを持ち込んだんだって。僕もピアノが弾けるよ。なるほど。それではピアニストごっこをしてください。お仕事ごっこするよ。ピアニストだよ。それでは、お聴きください。お願いします。すごいね。お仕事ごっこだよ。働くって大変だな。そりゃ大変だわ。偉いね。褒められちゃった。嬉しいな。最後に一言。ミラクルです。今日もありがとう。また会おうね。バイバイ。